長谷川豊の本気論本音論チャンネル皆さんこんにちは長谷川豊ですあのー、突然なんですけどご体調どうですか体調風邪とかひいてません僕ちょっとだけあの体調崩しましたよあのー、<laughs> 何年ぶりだろうっていう感じで体調崩しましたよあのー、ね少しブログなどでも書いたんですけれども 1>, 体感の日1月のですね、まあ、一番寒いと言われている日にですね伊勢収容団といいまして伊勢神宮の方に参拝に行きまして伊勢神宮を流れる神の川と言われる伊鈴川あの伊鈴川に、えー、水,水行といって、まあ、水に入ったんですよね。まあ、ふんどし一丁になりましてね、えー、こう掛け声をかけながら水の中に入っていくんですけどうん戴冠の日って 気温が1度で水温が6度だったんですけど45日、むちゃくちゃ元気だったんですけどねその5日目ぐらいから逆になんか元気なくなってきちゃって <laughs> 風邪ひきましたね、何年ぶりかの風邪ひきましたけどね。さあ、ね今日はですねそんな風邪をひいた困ったっていう皆さんのためにですねこんな情報をシェアしたいというふうに思っています。それれがこちらはい風邪でで薬を処方される国国国は OECD 加盟国35カ国の中で えー、基本日本だけですこれは世界に住んだことのある方々はほぼ全員知っている話でありますけれども最初みんな戸惑うんですよねはい本当ですよこれ意外ですか本当ですよちなみにですねえー、っとこんなツイートがものすごくバズっていましてミッチさんという方のねドイツにどうやら駐在にね、えー、行ったらしいですね、えー、ねミッチさん何のお仕事されていらっしゃるのか知りませんけどすごいですねドイツに来て一番驚いたのは 初めて風邪ひいた時、医者に薬をくださいと言うと、薬は出ません。風邪で必要なのは薬ではなく、休養。診断書を1週間出しますので仕事を休んで寝てなさい。と、はっきり言われた。診断書はいくらですかと聞くと、今度は医者がめっちゃ驚いてた。ドイツで診断書は無料っていうね。これが9.9万件の、まあ、10万件以上のいいねを集めたっていうのがあるんですけどですね。えー多くの 勘違いをしていらっしゃる日本人の皆さん方どうか誤解を解いていただきたいんですが風邪薬なんてないですからね風邪薬なんていう薬は基本的に存在しないです風邪ウイルスっていうだけで何種類あると思ってるんですかって話です症状を緩和する薬っていうのはありますけど症状っていうのは人間の体がそうしないといけないから出してるものです緩和してどないすんねんって話です 風邪ひいてお医者さんに行って薬が出る国っていうのは日本だけです。寝といたら治ります風邪は。重篤な症状になったら救急車で別の病院に行きゃいいだけの話ですが重篤な症状なんて基本的に風邪ではほぼなりません。えっと日本には残念ながら大きな闇っていうものがあってこの話少しまた次回もしようかなというふうに思ってるんですが。 特に医療費っていうのは年間42兆円の言ってしまえば産業になってるんですね42兆円の利権にもなってしまってるところがあるんですで日本医師会であったりそのバックについてる製薬会社製薬会社から大量にお金をもらってる自民党患者団体を囲っている共産党集団こういうような人たちがガチッとスクラム組んじゃってるっていうところっていうのはあるんですよその製薬会社からお金をもらってるメディアっていうのも実際その通りうんあのですね 風邪薬なんてものなんですものすごく非常識だって言われると思うんですけれどもうちの家庭の話をちょっとだけシェアしようと思うんですがこれはね真似しなくていいです真似なんかむしろしない方がいいです僕未だに抵抗ありますもんえペットボトルありますよねこれねはい飲みますおいしいですねみたいなこんな口をつけて人に渡します 人に渡渡しますすすさないででよねそうですよねチュッチュッチュッて飲んだら汚いですもんねええー、我が家はある時病院の先生に言われて以来ですね僕いまだに抵抗あるんですけど基本全員ラッパのみです基本全員ラッパのみです全員唾液まみれですはい子供三3人 もも含めて嫁もラッパのみです正直コップ入れるの僕ぐらいですでも僕コップ入れてますけれどもコップの中どうせ唾液まみれなんですよちょっと驚くでしょ引くでしょ引くと思うんですよ引くんです違うんですこれの方が正しいんですってこの方が正しいんですって意外でしょあの風邪とか引くのって結局定期的に菌を入れてないからなんですってワクチンって知ってますインフルエンザのワクチンあれインフルエンザのウイルス入れてんですよちょっとだけ。 ちょっとだけインフルエンザのウイルスを入れて、インフルエンザを白血球に実際に殺させて、抗体っていうんですけど、このインフルエンザをこうやって殺すんだっていうのを白血球に覚えさせるんですね。これで抵抗力っていうのは上がるんですけど。ペットボトルの蓋ってそんな広くないじゃないですか。で、どうせ家族5人いるから一瞬で飲み干すんですよ。そんなに増えてないじゃないですか。みんなで子供たちでラッパ飲みすると、 実はここについてる金の量なんかものすごい少ないから、みんなで金をちょっとずつシェアできるんですって。汚い話じゃないですか。僕、超抵抗あるんですけど、僕すごい抵抗あるんですけど、子供たち、だから長谷川家何年も前からみんな家族5人で、てか僕やってないですよ。僕ほとんどやってないですけど、残りの4人に関しては、めちゃめちゃラッパ飲みしてるんですよ。もう、ツバとツバの応酬ですよ。でも、 うちの家庭ついに今年結局誰もインフルエンザになんなかったですあの小学4年生のうちの娘学級閉鎖寸前まで右も左も前も後ろも全員インフルエンザの生徒でしたけどインフルエンザになんなかったです簡単に言うと普段からずーっと無菌状態どころかもう菌まみれで生きてるんで体の中の抵抗力めちゃくちゃあるらしいんですよ な何で,で,でインフルエンザになるんですかって言ったらインフルエンザウイルスとか風邪の菌が入ってきた時に白血球っていう自分たちの抵抗力が負けて増殖するから風邪ひいたりするような風邪をひいてる症状になるんですってそもそも風邪の菌とかインフルエンザのウイルスっていくらででも入っっててるんですってそれを殺しきれてないだけらしいんですよ。うちの子供ら常時シェアしてるからしかもちょっとずつのウイルスシェアしてるからめちゃめちゃ常に抗体できてるんです。 本当ですようちの家庭誰もインフルエンザにならなかったですちなみに子供らは全然風邪ひかないですアホみたいに健康ですとはいえ汚いわね僕も嫌ですよ僕も嫌ですよいまだに僕抵抗あります僕,僕あれですもんコップで飲んでますもん僕だけはねでもまああのドイツの例であったりイギリスであったり、まあ、アメリカの例も含めてそうなんですけれどもね あの風邪をひいて薬飲まなきゃいけないなんていうのはそもそもが完全に勘違いなので寝てりゃ治るっていうのは世界中の常識ですから「風邪をひきました」って言ってお医者さんで薬をドバドバ処方されてその薬を。 僕たちが払ってる保険料から払ってるそんな国世界中で日本だけだっていうことは本当の話なのでこれは知っておいた方がいいのかなと思ってシェアをしましたまあペットボトルはコップ入れて飲んだ方がいいですよ長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに